はい、皆さんこんにちは。今だからのんびりフィルムカメラの星野人です。今日は見ての通りね、あの車の中から収録なんですけれども、今日はね、あのここ2、3日ね、あの収録がなかなかできなくて、たので、今日はあの今日もね、木曽から、中央アルプスを丸一周するコースで、あの、ドライブじゃないですね仕事なので、まあ、その間にね、最近のカメラの話とかね、誰だとお話をしたいと思います。まあ、特にね、最近の、リサイクルショップで、での、ね、お話を、ね、中心にしていきたいなと思っていますけれども、ということで、運転に集中しながら、なので画面を見ることが、今止まっているのでね、見えますけれども、画面を見ないで、収録することになると思います。コースとしてはね、木曽から、南木曽方面ですね、西内寺峠という峠を越えて、それからね、中央道、まあもしかしたら飯田山本インターから、まあ、松川インターで降りて、それからあとはね、伊那の方を回って、権米峠という峠を越えて、帰ってこようと思います。おそらくね、これから行く松川までだいたい約2時間くらいですかね、やるかと思います。まあ、帰りもね、ちょうど2時間くらいということなんで、今日はドライブ日和、まあ、絶好のね、お天気ですね。今日は土曜日ということもあって、木曽街道はね、街道沿いを歩いたり自転車に乗ったり、バイクでツーリングしたり、それからドライブとかいうことで、ちょっとね、交通量が多くなっていますので、もう危険がない程度にお話をしていきたいと思います。まあ、しょうもないお話になってしまうかもしれませんけど、ぜひお付き合いをいただければと思います。はい、ということでね、先日の動画でお話したようにね、プリウスに乗っていたんですけれども、つい23日かな、4月の23日まあ、今日1週間だったんですけれども、まあ、ちょうど1週間で、1200キロくらい乗ったんですかね。もうほとんどね、毎日100キロを超えるドライブをしていますもう本当にね、毎日車に乗っていて、で、まあ、プリウスと、まずね、プリウスアルファの違いというのは、やっぱり燃費はね、やっぱりプリウスの方が、30K プリウスだったんですが、やっぱり圧倒的にいいですね。24から26、まあ普通に走ったんですけど、プリウスアルファはね、やっぱり車体が重いのかな。リッターで言うと、そうですね、20に行けばいいかなっていう感じなので、まあ、思ったよりもね、燃費はやっぱりプリウスの方が良かったなと思います。ただロングドライブでいうと、やっぱり車体が重い分だけ、プリウスアルファとホイールベースが長い分だけね、プリウスアルファの方が室内も静かですし、疲れ方もね、プリウスアルファの方が、少し改善されたのかなっていう感じがします。はい、ちょっとまずは車のお話をさせていただきました。まあ、大体月、そうですね、3000キロなので、まあ、1週間で1000キロちょっと、まあ、普段よりちょっと多めに走ってるのかなっていう気はします。はい、ということで、今日はね、すごくいい行楽日和です。車窓から、多少見えるかと思いますけれども、新緑もね、もうすっかり緑になって、天気も良くて、そして雲が浮かんでてね、空がとても綺麗に、見えます。ということで、まずね、最初の話題、はい、最近のね、リサイクルショップ
ジャンカーとしてのお話をねちょっとさせていただきたいと思います。ね、皆さんもご存知の通りもうリサイクルショップ大好きでね、もうリサイクルショップが途中にあるとね、止まらずには立ち止まらずにはいられないというような、もう本当に中毒みたいになってますよね。なのでだいたい今日行くところもね、行く道中にリサイクルショップって実は4軒あるんですね。5軒あるのかな。あ、でもね、当然ですけど全部回るわけにはいけませんので、まあ、今日はねあんまり回らない予定です。まあ、1軒くらいもし時間があったら立ち寄ってみようかなと思うんですけど、何しろここのところね、ジャンカー大失敗をね2回続けてやってしまったので、正直、ちょっとねがっかりしていたり躊躇していたりするので、まあ一軒寄るかもしかしたら寄らないかくらいの気持ちで今日は出かけています。私がねカメラを、買うところはリサイクルショップもしくは、カメラの北村さんの中古ですねを買うことがやっぱり多いです。まあ、リサイクルショップも、ハードオフさんもあれば、まあ、セカンドストリートさんはねなかなかね、検品がしっかりしているのでめったに寄らないんですけど、たまにね品番を間違えたと思われるようなね値付けしてあるものもあることはたまにあるんですけど、まあ、めったにセカンドストリートさんは寄らないかな。あとは、まあ、長野県リサイクルマートさんが結構あるのでリサイクルマートさんは、まあ、ちょくちょく寄りますか ね、ということでまあ、リサイクルショップはね、そんなところを主に寄っています。まあ、たまにね、地元の、小規模なリサイクルショップに寄ると意外な掘り出し物がね、あったりすることもありますけれど、ということで、今日はね片道多分90キロくらいかな、まあ、往復、中央アルプスを周回して帰ってくるコースですので、今これからね、渚町というところから西内寺峠を越えて飯田市に抜けて、松川町ですね、松川町のお客様のところに訪問する予定です。リサイクルショップに寄るとしたらね、お仕事が終わってからですね、時間があれば寄りたいかなと思います。一軒かな、寄れてもね、そんなイメージで今日はね、まあ、今12時ですけど、おそらく帰ってくるのは夕方6時頃になるんですかね。これから西内寺峠に入っていきます。まず最初にね、最近やっちまった動画2本続けたんですけど、まあ、1台目はねキヤノンの EOS40D です。まあ、これはね正直言って、ね、2750円だったかなの、ボディだけ置いてあったんですよ。でボディの外観がねすごく綺麗で、で、バッテリーなし未確認ジャンクって書いてあったので、これはひょっとしたらね、もしかしたらバッテリーあればねキヤノン D40D ですね、動いたらね面白いなと思ったんですよ。なぜかって言ったらね、キヤノンの、APS-C ですね、マウントアダプターつけるって言う と、フルサイズではつかない、なんだったっけ、ペンタックスのね、マニュアルレンズが、ちゃんと使えるっていうことが分かったので、これ使えたら面白いなと思ったんですよね。ということで、まあ、2750円だしと思って買ってきたんですけど、買ってきたらよく考えたらね、バッテリーないんで、
バッテリーもね、あのサードパーティーでわざわざ買って電源を入れたんですけど、もうね、あの最初はもううんともすっとも言わないで、なんかの拍子にたまにあの電源が入るんですよ。で、電源が入った時で CF カードを入れてないとシャッター切れるんだけど、CF カードを入れるとシャッターが切れない。で、なおかつ、液晶画面は全く映らないということで、これあの、下手さんで教えていただいて、バッテリー室のところにあの、なんだったっけ、あの、2016だったかな、あの CAR2016 の予備バッテリーを入れると動くかもしれませんよって言われたのでやってみたんですけど、やっぱりね、もっと根本的なところがね壊れてるような、そんな状況でしたね。で、まあ、結局ね、まあ、これはね、あの動かないからといってあの廃棄してしまうんじゃなくて、おそらくね部品取りしたい人が、まあ、世の中にいらっしゃるんじゃないかなと思って、まあ、これもね、あの何らかの形で手放そうと思っています。部品取りにでもねあれば、まあ、嬉しいかなと思っています。で、なんですけども、ちょっと多分ね、これはね、まあ、ね完全に道間違えてますね。あの今、スマホ軸の入り口なんですけど、高齢者の方が道間違えていましたね。はい、ということで、まあ、まあ、2750円、まあ、あの予備バッテリーの方はね、あのいつか使える機会があると思うので、まあ、それはいつか使ってみようかなと思っています。で、もう一つが、これはつい先日動画で配信させていただきました。これはハードオフで買った、オリンパスの EPL5 ですね。これもバッテリーないため動作未確認というものでした。で、5500円だったのでね、ちょっと冒険だなと思ったんですよ。で、実はまあ、ただね、バッテリーないだけだったらいいんだけど、まあ、おそらく手ブレ補正エラーはもう8割が多分起こるんじゃないかなと思ってました。でもバッテリー入れれば撮影できると思ったので5500円でもいいのかなと思って購入したんですね。ところがね、確かにあのバッテリー、これあのオリンパスのね、このバッテリーと、チャージャーはね、あの皆さんジャンカーの方は結構お持ちだと思いますけれど、あの無駄に持ってる方いらっしゃいますよね。私もそうなんで無駄に持ってるんですよ。なのでもうあのバッテリーある方は分かっているので、一応、購入をして、まあ、使えたら面白いかな、ね、あの動画の、ネタにもなるしみたいな。それからあのミラーレス、マイクロオーサーズのレンズはね、たくさん持っていて、今メインに使っているあのマイクロフォーサーズはね、パナソニック の GF2 真っ赤なボディの、カメラを、使っているんですけども、まあ、アングルがねチルトアングルになるので、まあ、もしオリンパス使えればね、チルトアングルに使えていいのかなと思ったんですね。ところがこれはね、電源は入ったんですよね。リアルでやりましたよね。電源入ったんですよ。で、メニューもあのちゃんと切り替えができるし、まあ、日付設定もしてね、これはね、確かにね、手ブレ補正エラーはもう やっぱり出たんですけど、あ、これだったらね、まあ、スナップとかにはねいいのかななんて思って、シャッターを押した瞬間に真っ黒になっちゃったんですね。で、もうあとね他のボタンは効かないんですよ。で、レンズ外してみたらシャッター幕降りたまんまになってるんですよ。で、どういう風に解除するかっていうと、電源を落とすとシャッター幕が開くんですよね。なので、
でよくよくシャッター幕を見たらシャッター幕にちょっと擦れがあるので、何かね、やっぱり不具合が擦れっていうかね、ちょっとした擦れ傷があるので、シャッターが開閉時の擦れですね、どっか不具合がきっとあったんだろうなと思います。でこれはね、よくよく考えて、もうがっかり動画で、もう途中でね、動画配信やめようと思って電源を落としたんですよね。電源を落としたっていうか、動画撮影やめたんですよ。でよくよく考えたら、動画を、ね、ミラーレスで撮るとするならば、常にシャッター幕って開きっぱなしじゃないですか。なのでもしかしたらね、動画だったら撮れるのかなと思ったんですよ。で、実際にね、その後、再開しましたけれども、動画撮影は問題なくできました。で、オートフォーカスもね、ちゃんと反応するし、それからチルトも使えるのでね、まあ5500円で、ビデオカメラを、コンパクトなビデオカメラ買ったと思えばいいのかななんて、変には納得をしたんですけれども、でその後ね、ファームウェアを最新にアップデートまでやりましたけど、やっぱりスナップ写真のスナップというかね、出力カメラにはならないということで、そうするとね、やっぱり旅に行って動画も撮りたいし写真も撮りたい時にはちょっと使えないかなと思って、まあ残すんだったらやっぱりルビックスのね GF2 の方が、動画も綺麗に撮れるし、撮った実績もあるので、やっぱり残すのはやっぱり GF2 かなとね、思っています。ということでね、ここのところジャンクで失敗して、まあ、失敗したのもね、動画にしてしまうという、さすがジャンカーだなと自分でもね、感心するんですけれども、そんなことで、まあ、最近のね、リサイクルショップ事情のお話をさせていきました。続いてね、ちょっと、いいお話をさせていただきたいと思います。はい、ということでね、失敗話ばっかりしていても、まあ、面白くも何ともないんですけれども、最近ね、ちょっといいことがあったので、ちょっと一つお話をしたいと思います。まあ、フィルムカメラの YouTuber だと言いながらもね、やっぱりデジタルのカメラも持って、もちろんいますよね。で今メインに使っているのがソニーの α7II なんですけれども、これもこれはね、アマゾンでね、一番値段が安かったものをね購入したんですね。で、まあ一番安いのを選んだので仕方がないんですけれども、SD カードのね、蓋のところがもう、カバーっていうか、僕がね、もうなかったりとか、まあ、液晶がなんかくぼんでたりとかね、いうことで、しかもシャッター回数がね、13万回というカメラだったんですけれども、まあ、いつかね、このカールの部品の保有期間が2028年だったかな、まだあるということで、いつかメーカーに出して、修理出さなきゃいけないなぁなんて思っていました。で、まあ、でもね、なかなか、修理に出すにもね、お金がいるし、それから旅動画を撮るときっていうかね、旅に出たときに、できればね、標準ズームが欲しいなと思ってたんです。特別、例えばツアイスのね、単焦点レンズとかね、いうことではなくて、普通の標準レンズ、ソニーのこのシリーズでいうと 28-70 の標準レンズ、だいたい2万、中古でもね、2万2、3000円するレンズなんですけども、そういったレンズが欲しいなと思っていました。でもね、予算もなくてね、
買えないななんて思っていたんですけど、つい先日ですけど、あるリサイクルショップに行ったらね、すごくね、あの程度のいいあのアルファ7-2のボディが、ボディが売られてたんですね。でボディアルファ7-2今ね、さすがに、ね、ソニーさんの戦略がやっぱりすごいのかわかんないんですけども、あの一つのモデルをね長期間販売するんですよね。なのでこのアルファ7-2も、2014年発売して2021年まで販売してたんですかね。なので値崩れがしてないんですよ。だからアルファ7-2のボディで、まあ、あのちゃんと、なんていうのかな、程度のいいものって、まあ、普通にまだ8万円以上するわけなんですよね。なのでまあ、ソニーさんの戦略ってすごいなと思うんですけども、このアルファ7-2はね、皆さんご存知の通り、ボディの内部で補正 でマウントアダプターがねもう各社たくさん出てるので、オールドレンズの母体としてはね、母感としてはねすごくいいカメラなんですね。まあ、私もねオールドレンズ用に買ったので、たとえ外観がボロボロであってもね、ということでね、いろいろ、使っていたんですけど、どうもね、いつかはね、オーバーホールに、オーバーホールというかね、点検に出して、いろいろとちょっと直していかないただかなきゃいけないし、標準レンズを旅に出るときにはこれを持って歩きたいなと思っていました。そしたらね、つい先日あるリサイクルショップで、今言ったようにね、すごい程度のいいボディだけでね売ってたんですね。やっぱりこれも値段はね、やっぱりそれなりにするんですよ。 高かったです。高かったというか、それなりの値段がやっぱりついていました。で、まあボディがだとそのくらいするなと思って、プライスリストをねじーっと見てたんですよ。 そしたらねなんか2870って書いてあるんですよ、付属品で。え、2870がついてこの値段なのかなと思ったんですね。2870がもしついての値段だったら、外観、まあ、ショーケースに入っていたので、よく細かくは見えなかったんですけど、すごく良さそうな、カメラだったので、え、標準レンズついてこの値段なのと思ってお店の方に見せていただきました。そしたらね、標準レンズねついてたんですよ。ついてました。はい、ということでね、実は、アルファ7-2、同じアルファ7-2からアルファ7-2に、最近ね、最近というかつい最近ですけども、交換しました。で、古いアルファ7-2の方は、ちゃんと説明書きでシャッター回数が13万回を超えていますとかね、外観がかなり擦れてますとかね、一応ファームウェアをアップデートして、特に動作自体にはね不具合はなかったので、だけど訳ありというかね、よく説明を読んでくださいということで手放しました。なので使うにはね全く問題ない状態ではあったので、ですけどね、値段は、いや、お値段はやっぱりね、私が買った時の値段よりは、どうしてもね、安くなってしまう。これはしょうがないですよね。仕方がないですけど、もちろんですけどもね。ということで、今ね、今日持っているんですけど、アルファ7-2の標準で
レンズ付きです、はい、こちらに、交換をしました。で、このカメラのねすごいところ、元箱付きで、取説もね全部付いてました。で、やけにね使用感のないカメラだなと思ったんですよ。これどういう人が使ってたのかわかんないんですけども、使用感がないカメラだなって思ってました。で、ファームウェアを確認したら、ファームウェアねほとんどアップデートしてなかったですね。だからおそらく長期間使っていなかったカメラじゃないかなと思うんですけれども、一応液晶にはフィルムが貼ってあって、そのフィルムの貼り方もねなんか雑私ねフィルム貼るときね結構慎重に貼るんですけど、割と雑に貼ってありました、雑に貼ってあって、でファームウェアをアップデートして一応ねショット数もね確認してみようかなと思ったんです。やけに綺麗だしね、そしたらね何倍だったと思いますか。前のカメラは13万回を超えてたんですね。でこのカメラの耐久でいうと15万回って言われてるので、まあ、13万回でいうと私の撮影の仕方でいうとおそらくねあと何年も使っても15万回いかないと思いますけれども、なんとねこのカメラのシャッター回数、これがね最近あったねすごい嬉しいことっていう話です。なんとね495回でした。ショット数495回だったんですよ。というね、すごくね、ラッキーな出来事がありました。で、このね、標準レンズって、カメラにすごくこだわる方に言わせるとね、この標準レンズ、まあ、普通のレンズですねって言うんですけど、私が旅で、スナップ写真とかね、旅の記録として撮影するにはね、もう十二分な写りをしますし、何よりね、フルサイズでオートフォーカスが効くやつはこれ1本なので、すごくね、いい買い物ができたなと思います。まあ、こんなこともね、まあ、たまにですけど、もう何年に一遍ですけど、そういうこともやっぱりありますよね。なので、まあ、なかなかジャンクはやめられないです。まあ、ただね、貧乏ジャンカーはね、いつもね、資金に窮屈しているので、まあ、こういう買い物をしてしまうと、またね、何か大切なものも手放して、なので皆さんが思っている以上にカメラの台数は持っていないです、っていうかいつもご紹介しますように、昔はね80台超えるくらい持ってたんじゃないのかなと思いますけど、今ねだいぶカメラの台数減ってきましたね。しかも高級なカメラはどんどん減っていきますね。どちらかというと、自分の好きなカメラが手元に残るようになってきました。今日もね、この、ソニーのアルファ7-2 と、キヤノンのね、タンクですね。キヤノンのタンクを乗せて走っています。一応フィルムも持っているので、何かチャンスがあればねいつでもね撮れるような状態で、まあ、車の中にはね常時、まあ、いつも常時カメラ、まあ、2台か3台は乗せて、仕事に行っているのかなんだかよくわからないですけど仕事に行くようにしています。ということで、まあ、今日はね仕事の途中でしたけれども、
最近の、リサイクルショップ事情について、お話をさせていただきました。最後までご覧いただきましてありがとうございます。これからもね、さまざまなカメラの話題を提供していきたいと思います。ちょっと、コンビニによって休憩したいと思います。はい、最後までご覧いただきましてありがとうございました。また次の動画をお楽しみにしてください。さよなら。